ポリちゃんです。ケンちゃんです。バシちゃんです。イクちゃんです。リュウちゃんです。僕たちの遊び場。今回は 2.5 次元裁判反撃編でございまーす。リュウジを訴えたい方いますか？訴えたい。いないよ。だから今日はこれで終わりです。ありがとうございます。聞こえてないのかな？訴えさせてくれ。はい、佐藤リュウジを訴えます。はい。ビビり散らかすんじゃ後輩が。おいおい。もう現場に入るだけで今日もそうよ。お前らなんでリュウジのいるメイク室で俺が普通に座って喋ってるの、お前らなんでこんなんしながらみんながああなんだで、周りの後輩がリュウジと仲ええからって言ってる、リュウジ君はどう、そっちなんですかえ、そっちって何、そっち上がりの方なんですか、なんでそっち上がり、違うよ、ちょっとこうかましてるだけで仲は愛ある人間だからっていう、芝居も大好きだしお笑いも大好き、現場にいたら助かるからみたいなことずっと俺そばにとっての宣伝広告みたいなことを後輩としてやってるわ、後輩として誰か後輩じゃあちょっとそれに関して反論、そうね、後輩がビビりすぎ、まあ、マジで分かんない、ビビらせようと思ってないから、あ、勝手にリュウジの変な付け足されたやつが回ってたりする、おひれはひれがこういう業界でね、なんかとんでもない噂の流れるらしい、うん、びっくりする、そっち上がりなんでしょみたいな、そうそうそうでもそれで言うと多分レースで眉間に試合寄っちゃうから、あ、そう、これはそうね、それが多分おはようございますもただのおはようございますなんないからいや、この場を借りて言わせてもらうんですけど、全然フランクで来てほしいんですよ俺は、そう、ね、後輩には、うん、同い年と1個上だけは俺絶対に自分が最強であろうとするそれルールあるよな、うん、おー、なんだその猿山のボスみたいなどういう状況1個上もそうなんだ、1個上まではご両親が仲良くなったのが俺の両親より早かったっていう、あー、なるほどねそういう考え方、何を威張ってんだろう1つぐらいで、1つぐらいでね、もう今日もお話しさせていただいて、お優しくて面白くていいとこばっか出てるじゃないですか、だからトリさんに感謝を伝えるっていう罪でいいですか、はい、トリさんありがとうダンスでいいですか僕が歌うので、はい、それに合わせてありがとうの表現みたいなのを、はい、これでスピーがもだえました、はい、スピーが震えながらやってる、はい、それではリュウジ君、トリさんありがとうの歌、トリさん、はい、ピーちゃん、いつも僕をありがとうね、これからも愛してます、ピーピーピーピカチュウ、よし、帰らせてくれ帰らせてくれ、申し訳ない、食らったな、限界だ、嬉しいですやっていただいてありがとうございました、食らったな、いや、本当お世話になりましたいい番組だったまだまだ収録があるまだ朝9時だから、まあ、場所はありますか、リュウジ君を訴えるなんてそんな恐れ多いっていうかもうないんで、本当にお世話になってて、それこそご飯食べさせてもらってここまですくすく育てたんで、僕は関連の人でも大丈夫ですか、関連じゃないやつをね、はい、めちゃめちゃ訴えたい人はいるんです、めちゃめちゃ訴えたい、よし行こうよ、私石橋宏樹は田淵瑠衣を訴えます、おお、いつでもどこでもいるルイ次元、お、はい、はい、例えばリュウジ君がお家にいてちょっとお家遊びに来てもいいよって感じで行きますって言ってすぐ行くんですけど、大体田淵ルイがいるんですよ、あ、絶対に僕の方がリュウジ君のこと好きなんですよ、ルイよりそれこそでも出会いはそうなんです、ロックオペラのロミオとジュリエットでリュウジ君とルイ君が共演して、そこからリュウジ君が僕らの寮どんな感じなのか家の様子見に来てくれて、そこからお世話になり始めたんで、関係者はルイ君の方が長いんですけど、でも僕は今日だってパンツもアウターもピアスも全部リュウジ君にいただいたもので、そう、いただいたものを絶対ずっと大切にするし、ルイ君みたいに夜中になったら寝たりしないしあのルイ君のご飯食べれるけど、リュウジ君にもらったものは僕の方が食べるし、確かになんか悔しいんですよね、いつも、うん、だからそれで言うと、マシコの方がリュウジに対して愛情表現してんのに、なんでルイも可愛がるんですかっていうことだよね、可愛がるのは全然いいんですけど、うん、ルイ君とリュウジ君とか2人で遊びに行ったりとかするじゃないですか、まあ僕も連れてってもらったり2人きりの時はあるんですけど、うん、
数えると僕の方が若干少ないのかな。あ、数がね、詳しく数えると分かんないけどさ愛が多いすぎたたまにいるんですよ。でも小西エイトとかもたまにいるんで、あー、たまにだからこうもう喧嘩腰やけ、いや小西エイトもね、なんか可愛いキャラクターでね、サイズ感に似てるし、いや、ちっちゃいんですよ、しかもエイト君は可愛いんですよ、僕より喋りも面白いし、あもはやお前キモいぞでもちゃんとスタメン入ってるよ。スタメン入り、リュウジジャパンあんの？あるんだ。リュウジイレブンみたいな。イレブンあんの？ルイとかは最近スタメンがないか。落とした。スタメン落ちたって。なんか忙しくなっちゃってね、ルイも。そうだ。ただね、リュウジ可愛がると。漏れなく売れるの。あーなるほどね。それすごいのよね。でもそれはね、あれね、売れても言ってほしいよね、ちゃんと。確かに。いや、そこ忘れたら絶対ダメじゃないですか。こんだけ食べさせてもらって、大きくしてもらってんのに、それで忙しいから来れないとか、うんうんうん、先帰るとかありえないじゃないですか。それはいいのよ、いいってことにしよう、はい、パワハラだと思われても嫌だから。確かに僕もルイ共演したんですけど、そうなの、ずっとリュウジ君の話してましたね。リュウジ君がいただいたものをめっちゃ大切にしてて、で僕はえ、これめっちゃかっこええやんって言った。リュウジ君からもらって、これもらった瞬間からいい仕事決まっていったのって言ってたんですよ。だから罪重いです。あ、重い、やっぱ俺か、俺がルイじゃなくて、はい、そうさしてしまうリュウジが、はい、みんな好きになる。アリサのショウちゃんとかめっちゃ好きですもん。僕と約束してたのにリュウジ君に誘ってもらったら、ちょっとそっち行っていい？ごめん、お前肌会えるよ。いや、申し訳なかったです、それは。一回じゃあハートブレイクだけしていいですか？いやね、それやべえ、やばい。あ、もうこれ、ね、全然です。全然。じゃあハートになってもらっていいですか？ハートで全後輩を背負ったハート君になってハートブレイクよいしょだけやって。これで多分分散するんですよ、愛がね、今一個に偏らずね。そうなるとヒロキはどうなるの？笑顔がこぼれる、はい、これでもう終わるんで、ゆうじくんとかになると思います。なるほど、はい、ハートブレイクよいしょよいしょ。あ、もうありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。本当楽しかった。本当楽しかったの店長じゃん。じゃあはい、私は佐藤雄二を訴えます。あ、続くのかこれ。さすがにそれは急に怖いわ。事件です。3年の時ですけど、歌もダンスも殺陣とかも、ね、全部教えてくれて、時には厳しくも言ってもらったりして、それは全然いいんですけど、そっから1年ぐらいして刀剣乱舞期間中とかじゃない時に、急に LINE が来て、爪と牙のこのフレーズ歌ってんの健介って言って、うわ俺なんかやったかなみたいな。 CD なのに歌詞間違えてんのかなとか、音間違えてんのかなと思って、うわやっぱと、いや俺だけどなんかあったみたいな。歌い方かっけえや。何それと思って、急にだよ。まあギャップがちょっと強いなっていうところを僕は訴えたいですね。そうなの？そこにそうなの？いやでも俺別に嘘はつかないので、普段いい時はいいって言うし、ダメの時はダメって言ってだけの話だから。急に褒めるのはダメじゃない？どうしたらいい？どうしたら今から褒めますねって言った方がいい。言えばいいってこと。でも一部に入れてほしかったね、俺からすれば。ここのフレーズ歌ってんのケンスケなみたいな、ここ歌い方かっこよかったって一部に留めてくれればいいのに、お前やったんかみたいな感じの。それは緩急で、それでお前めっちゃ嬉しかったよ。嬉しかった。まんまと。いや、ちょっとすいません、かっこよすぎませんか。え、ちょっともうなんでお前がファンになってるんだよ。じゃあこれはケンスケ君が恋に落ちたので、ハートブレイク返してよみたいな感じの方でいきます。そのどっちの方があんま知らんねんけど。ハートになってもらっていいですか。ああ、俺だね。ハートになってもらってケンスケ君がハートブレイクよいちょじゃなくて、ハートブレイクってあの叩きかけて、返してよ。うわいいな。これはずいっすよ、これはずいっすよ。ちょっと待って、いいな、言うてるやつおったわ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？舞台上でもリュウジとハグしたことないぞ。ちょっとだけにしてくれよ。2秒です。行きます。ハートブレイク返してこれ94年組が2人でやることじゃないのよ。リュウジ君めっちゃいい匂いっすね。すいません、俺もやばいっすね、もうお前もみんなおかしくなる。お前もこうやっただけ、あ、めっちゃいいな。以上、2.5 次元裁判でした。あなたがリュウジが愛されてる回やね。いや、本当に嬉しいね。触れる理由が本当にわかる。